源の中明って何者？生田斗真さん演じる源中明、セリフはないけど初登場でしたね。源氏ではありますが、頼朝たちや土方の道近とは違うルートの源氏で、佐々木のじいさんたちと親戚関係にあたる人です。格好からも匂うようにぶっちゃけ京都朝廷より後鳥羽上皇よりの人物であります。全城の息子を殺害するのに全く葛藤や関心がなさそうなのが、源氏というものや朝廷と鎌倉の関係を透けさせるような気がしますね。 NHK の鎌倉殿の13人公式ホームページ1ペディア本編もよろしく。